地獄の合宿の成果ですね。僕は僕は渚くんはもう少し頑張りましょうって感じだけど、みんな短期間でよくここまで来られたと思うよ。レイのバッタもタイム上がってきてるし、レイくんはもともと大高跳びやってたおかげで各種筋肉も出来上がってましたしね。でもこの程度で満足してちゃダメです。みんなもっと上を目指しましょう。ちゃんとしたコーチもつけて。今から？何かを始めるのに遅すぎることはありません。最後の調整だけでも見てもらえればより完璧なコンディションで大会に臨めます。そりゃコーチはいた方がいいけど、やってくれる人がいないし。だからもっと真剣に探すんですよ。必要ない。まあ確かに春には必要ないか。ルスかよ。なんだ、開いてんじゃねえか。入るぞ。何しに来た？んだよ、いるんじゃねえか。勝負しに来たに決まってんだろ。俺はフリーしか泳がない。待てよ！早く来い。俺とお前の差見せてやるよ。親父？なんで？親父！先輩、大丈夫ですか？なんかうなされてましたよ。
皆さん、合宿の写真プリントしてきましたよ。おー、見せて見せて。はいはい。わー、いっぱいあるね。みんな楽しそう。あ、これ見て、はるちゃん変な顔。でも珍しくカメラ見てる。何ですかこの美しくない写真は。あ、記念。それよりこれ見てよ、まこちゃんの背中に何かいる。あ、それヒアルロン酸パク中の天方先生。ヒアルロン酸。ヒアルロン酸。脅かすなよ渚。ごめんごめん。うるさいですよ二人とも。あ、これサメ塚水泳部。ゴーちゃんいつの間に。合宿二日目にちょっと偵察に。へえ、さすが敏腕マネージャー。またあの部長に色仕掛け。色仕掛けじゃない、写真だけじゃなくてデータもバッチリ。渚くんがエントリーしてるブレの100と200はこの人たち、誠先輩のバックはこの人たち、レイくんのバッタはこの人、それぞれの選手の泳ぎ方の特徴やデータをこの秘密のデータブックにまとめておきますね、大会までに。あ、ちなみにお兄ちゃんはフリーの100。そう、他の種目にはエントリーしないで、はるか先輩と対決一本。はるちゃん、タイムや勝負にはこだわらないって言ってたけど、リンちゃんとだけはやる気満々だよね。フリーの100しかエントリーしないんですか。もともと専門はバッタだし、すごい記録だって持ってるのに。お前は自分の専門に集中してろ。個人メドレーだったか。フリーの400です。本当はフリーの100に出たかったけど、うちには僕より速い人がたくさんいるから。でも先輩の実力ならフリーでもバッタでもどの種目だって出られるんですよ。なのにどうして。七瀬さんですか。お前らどうかしたか。部長、その。何でもないっす。部長はどうして松岡先輩には何も言わないんですか。お前何向きになってんだ。まあ、奴には奴の考えがあるんだろうさ。リンちゃん、バッタにもリレーにも出ないのか。やっぱりハルちゃんが出ないからなのかな。どうしてハルカ先輩が出ないと出ないんですか。そういう関係なんだ、二人は。何なんですかそれ。まあまあ、今回は俺たちも個人種目だけに絞ってそれぞれの力を出し切ろう。できれば僕もリレーに出てみたかった。出たいの。はい、この間レンタルでオリンピックの試合を見たんです。異なる種目の4人が力を合わせて一つのコースをつないで泳ぐ姿の美しさ、特にタッチの瞬間のバッタのフォームの美しさといったら、例えば僕ならラストのひとかきをいかに無駄なく美しくできるか考えているわけですが、やはり世界を相手に戦う選手たちもまさに僕と同じような。はるか先輩、何ですかこれ。半吉って。何何、どうしたの。半吉、そんなの初めて見た。半分吉ってことですか。あとの半分は優しさ。それなんか違いません。あー、合ってるよ。違うと思うよ。松岡先輩、県大会の日はみんなと一緒にバスで行かないんですか。あ、寄るとこがあってな。どこに寄るんです。どこでもいいだろう。ストーカーかお前は。ひょっとして七瀬さんに会いに。ちげえよ。
人のことばっか気にしねえで自分のことだけ考えろっつったろ。でも。なんだよ。僕、悔しいんです。は？実力があるのに、フリーにしか出ない先輩を見てると、希望種目にも出られない自分が、情けなくて。すみません、生意気言って。いや。お前には持久力がある。フリーの100より400の方がずっと向いてる。ありがとうございます。親父に会いに行くんだよ。先輩のお父さんって確かずっと前に亡くなったって。そんな、ダメです先輩。死んだりしちゃ。しっけーよ。墓参りだ墓参り。ありがとうございます。そういや、親父のことちゃんと話してなかったよな。はい。親父は子供の頃、岩飛びで一番泳ぎがうまかったそうだ。あちこちの大会で優勝して、トロフィーやメダルもいっぱい取った。親父の夢はオリンピック選手になることだった。でも結局その夢は叶わなかった。結婚して俺が生まれて、親父は漁師になった。でも親父はあっけなく行っちまった。ある夏の終わり、大きな台風が来て漁船が沈み、大勢の漁師が亡くなった。その中に親父もいたんだ。俺は親父の果たせなかった夢を叶えたい。そのためにどうしても超えなきゃならない奴がいる。それが七瀬さん。あいつはすごい力を持ってるのに、ただ水が好きだとか、水を感じたいとか、わけわかんねえことばっか抜かしやがって、記録や優勝のために泳ごうとしない。そんな奴に、俺は。先輩。あいつに勝たねえと、俺は前に、進めねえんだ。ハル。ああ、いよいよリンと勝負だね。親父、見ててくれ。俺は絶対に勝ってみせる。ハルちゃん、マコちゃん、こっちこっち。見て見て、レイちゃん緊張して眠れなかったんだって。君のその毛の生えた心臓が羨ましい。レイちゃんもそのうち生えてくるって。リラックスリラックス。そうだよ。あ、いよいよ大会だね。頑張って実績作って、みんなで部費を勝ち取るぞ。おお。岩飛び高校です。はい、どうぞ。そういえば小学校の時は受付で名前を言ったら女の子のリストを確認されたりしてたよね。ああ、そうだったね。せっかくレイちゃん女の子っぽい名前なのに残念だな。何が残念なんですか。意味がわかりません。この雰囲気久しぶり。懐かしいな。大丈夫？
レイちゃん、陸上の大会何度も出たことあるんだよね。水泳は初めてですから。大会1日目のプログラム、午前中はフリーからのスタートです。はるか先輩は4組目。わっ、はるちゃんとりんちゃん隣同士のコースだ。これって確かエントリーの申告タイム順だったよね。はい、実力は互角ってことだね。予選各種目ごとタイム順に上位8名の選手が決勝戦に進出、地方大会に進むことができます。大丈夫、緊張することはないわ。普段通りやればいいのよ。大切なのは最後まで諦めないこと。ナポレオンの名言にもあります。勝負は最後の5分で決まる。5分？先生、それじゃタイム遅すぎです。え、だからそれじゃあみんなそれぞれの種目で自分のベストを尽くして悔いのないよう頑張っていこう。おお。あそこにいるのが男鹿南高校、通称男南。日本海のシラスと異名を取る選手がいます。そんなあだ名までついてるんだ。で、あっちにいるのは最上院高校、トビウオの女王って呼ばれる選手がいます。跳躍力がすごいらしいです。ああ、なんかかっこいいね。僕もそういう名前が欲しいな。渚はいつもゴール間際でぐんぐん伸びてくるよな。じゃあタケノコの渚？うわあ、なにそれ。タケノコって水泳と関係なくない？そのデータ全部自分で調べたんですか？一応マネージャーだから。筋肉のデータまで。でもやっぱりデータだけじゃわからないこともたくさんある。やっぱり生で見る筋肉はすごい。これだけの筋肉が一堂に返して、すごい、すごすぎる。やあ、ゴー君。リンちゃんのところの部長さんだ。ゴー君はやめてって言ってるのに。リン、いないね。もう招集場所に向かったのかもしれない。約束通り来たぞ。当然だ。俺もお前に合わせてエントリータイムを落としてやったんだ。そんな必要はない。決勝でも戦える。それまで待ってらんねえんだよ。それにお前が決勝に残れるか分かんねえしな。他はどうでもいい。俺とお前の勝負だ。楽しみにしてるぜ。今日で自由になれる。お、次はハルちゃんとリンちゃんの番だよ。松岡さんはどっちを応援するの？もちろんどっちも。ハルちゃん、ファイト！リンちゃん、前より格段に速くなってる。どんどんハルちゃんを引き離していくよ。ストロークでハルが負けてる。ターンに入ります。
ハルが負けた。そんな、しかも予選落ちなんて。しゃあ！よし！いいぞいいぞ松岡！おー！先輩！ハル！俺の勝ちだ。これでもうお前と泳ぐことはねえ。二度とな。メカスリーが透かし重ねた光のコントラスト浴びて、フィストフリーな今日飛び込む俺たちのブランニューブルー、yeah。思うようにセッセッセイ、アアオ自分らしくキッキッキッ、アアオ掴みたいんだプップップ、アアオ届きそうなディスディスディスフリー、触れない日がないくらい I can feel my butterfly、 試行錯誤の勝率は後で言い出そう、潤して流れ込むエモーション、何回なリレーじゃもう熱くなれない、心を放って Make us feel the splash 重ねた光のコントラストの中、いつまでも終わらない。ハルが負けた。大丈夫です、僕たちにはまだチャンスが残されている。よし、今度は僕がリンちゃんの恥ずかしい話を。恥ずかしい話対決じゃありません。それじゃあ怖かった話対決か。あれは俺が小学校1年の時、ハルと私…マコト先輩まで何言ってるんですか。違います。じゃあ次回逆襲のメドレー、カラオケ対決だ。そっちのメドレーじゃない。